WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ジュンスカイウォーカーズのボーカル宮田和也です。そうですね、非常に気持ちよかったですね。あと、夕方帯というか、非常に時間帯もいい感じで、外むちゃむちゃ寒かったですけど、で、中はすごく暖かくて、お客さんも暖かくこう迎え入れてくれたので、とてもジュンスカイウォーカーズにとって今年2018年の締めのライブにもちょうどなるので、とてもいい感じで終われたかなと思います。そうですね、やっぱりジュンスカイウォーカーズ初のカバーアルバムを出したり、それこそベスト版をね、レコード会社の垣根を越えてベスト版1枚こうボックスで出したり、それからDVD なんかも昔のこう秘蔵映像だったりとか、結構その30周年にふさわしくこうレアなジュンスカのこう歴史をこうたどるような作品を出せたので、僕たちにとっても、ファンの人たちにとってもこう、充実したというか、一つの区切りというかな、集大成な1年だったんじゃないかなと思います。ツアーの毎回曲を入れ替えたりして、あとそれから僕以外のメンバーがベースギタードラムみんなそれぞれが歌ったりするコーナーもあって、曲も毎回変わるんですね。だからすごくこう今回のツアーはリピーターの人が多いっていうか、一回見てはもう一回見たいっていうんでどっか地方来てくれたりとか、そんな感じで結構チケットもソールドアウト結構してってて、このまままた2019年最後5月の25日日比谷野音ですけど、そこまでこういい感じで駆け抜けていけそうだなという、そんな予感ですね。そうですね、2018年も本当に皆さんお世話になりました。夏のね、ジャパンフェスも出させてもらったりしながら、今年はジュンスカ的にもすごい忙しい1年でしたけれども、この30周年をまた一つの点として、また35周年40周年に向けてですね、また走り続けていきたいと思いますので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。